は、今回はアメリカ大学の現状、まあ、今後どうなるか、えーまあ、4月に入って、えーそうですね、いろいろな動きがアメリカにも出始めて、もちろん隔離生活が、まあ、1ヶ月ぐらい続いていると思いますし、まあ、今後5月末まで続く、えー、ということです。アメリカの方がちょっと日本より厳しい状態になってまして。 まあ、そのえ状態が、アメリカ大学スポーツにも影響をえ及ぼしているっていうことなんですね。で、すごく悲しいニュースをまずえお伝えするんですけれども、えー、アメリカの NCAA ですね。これはアメリカの最高級のリーグに所属している、ユニバーシティブ・センセナ i がサッカー部を、まあ、サッカー部のカを中止。 えー、詳しく言うとサッカー部の、サッカー部を廃止、もうサッカー部がをキャンセルしてなんですね。あのー、まあ、これはすごく大きなニュースで、まあ、オハイオ州にある大学なんですけども、これはまず、あの、公立の大学で、約4万人の学生が通う大学であって、まあ、州の中で2番目に大きな大学ですね。 で、まあ、そのコロナの影響で、今後先が見えないっていうことで、<coughs> まあ、サッカー部の活動をもう、停止するっていうことになったので、まあ、すごく、サッカー界でアメリカのスポーツ界でもえ大きなニュースになってます。ただし、この大学は、まあ、コロナの前から、 えっと、他のスポーツにもっと力を入れようっていう動きがあったみたいで、もともとサッカー部を、えー、廃止するっていう考え動きがあったらしいんですね。でなぜかというと、それは7000、えー、日本円で言うと7000万の赤字運営をしてたらしくて、えーまあ、あの2019年です、ね、に7000万の赤字運営をしていて、 まあ、それで、え、まあ、コロナ、都合はよくですね、コロナの都合はよく、え、サッカー部の活動を中平し、え、したということですね。で、あの、まあ、ここでアメリカの、その、大学運営の、え、からくりがちょっとわかるんですけれども、 この大学はスポーツウェイ費に日本円でおよそ7億円を使っていたんですね。すごい莫大なお金を使ってたんですね。で、この予算の40%は学生からの,、まああの登録手数料とか学費とか、その OB の寄付とかで運営を賄っていた。 ということで、でまあ、残りの予算はアメリカでは、主にスポ,スポンサーとか、まあア、アメフトとかバスケットなどの、えーえー、観客収入で、えー、運営費を賄ってますね。で、さらに、まあえーまあ、今後のアメリカのスポーツ、まあ、大学ですね。大学に関してちょっと動きがあったので、それをちょっとシェアしたいんですけれども、 まあ、あの、アメリカのオーディメディアの、えー、CNN の記事によると、まあ、もしかしたら、アメリカの対面授業ですね。実際に、あの、授業に行くというのが、もしかしたら2021年の1月から、えー、する動きが、まあ、あるみたいんですね。まあ、もちろん今、春と、えー、この夏ですね。夏の授業は全部オンライン化になりまして、 まあ、テレビ会議、なんか Zoom みたいな、をやってるんですね、まあ、僕も大学で勤めてますけれども、えーまあ、そういう、ね、果たしてそういう、うーん、教室運営はどうなんですかねと、ちょっと思ってまして、やはり、えー、アメリカでは、えーまあ、学費を半額にしてくれっていう動きがちょっと、えー、始まってるらしくて。 本来の授業よりも質が下がっているオンライン。オンラインになったことで質が下がっているっていう、えー、こともありまして、えーまあ、学生らが、えー、学費を半額してくれっていうふう、えー、な動きがちょっとニュースで、えー、聞きます。で、えー、大学側も、まあ、じあの教授や教,、えー、教師に対して給料をちょっと、えー、減らすっていう動きも あるみたいなので、まあ今後その、えー、アメリカの大学が、えー、倒産する確率もちょっと出てきてるので、まあどうなるかちょっとわかりません。で、まああのー、仮に2021年にその対面授業を、 始めると、えー、もちろん秋のスポーツシーズン中止になる可能性がどんどん高くなってきまして、まあサッカーは秋にあるので、まあ2020年のシーズン、サッカーシーズンは中止になる確率がどんどん増えてきました。はい。 で、まあ今後の希望、フニーカオーッジ、短大の存在についてなんですけれども、やはりもう来年、まあ、今年ですね、今年のシーズンが、えー、ほぼ中止になる可能性は高い。えー、で、その中でもっと考えていかないといけないことが、もうすでに経営危機に、えー、いた、えー、大学が倒産してくる。まあこれはおそらく4月から、 そういうニュースが出てくるかと思います。まあ特に NRA というリーグなんですけれども、そこの大学とかは、えーまあ、結構多くが、えー、私立大学で、学費も、えー、平均で年間300万円ですね。で、やはりね、あの例えば年,さあの年間の学費が300万で、それ 4, 4年行くと1200万。 の、えー、学費なんですね。や、やはりあの、アメリカで今問題なのが、えー、まあ借金ですね。借金を皆さん抱えて大学を卒業する。で、その、ね、借金をずっと返ね、返していかないといけないので、まあそれがすごく、あの、社会問題になってるっていうことが、まあ数年前からずっと言われてて、 なので今後まあ今の皆さん今のねえアメリカにいる学生らがうーんそんな借金してでも4年間大学いつ行く必要があるのかっていうのを真剣に考えると思いますそしてその皆さんがあの真剣に考えた時に果たして大学に行く人がえあのこのままの人数、あのー、よりは絶対下がります で、下がると、やはりその学校の運営費がなくなるので、倒産するところは絶対出てくると思います。しかし、まあそこで、まあどういうふうな流れになるかというと、やはりまあ大学とか教育とかすごく大切なことです。やっぱり実際、その、あの、大学に行って授業を受ける、まあスポーツチームに入る、まあサークルに入る、いろんなのね、の人と対話して、 えー、まあ、青春を過ごすっていうことはすごく、あのー、まあ、求められてることなんですね。やはりそれをずっと案内にすることは絶対無理ですし。なので、まあ、そこで一つのオプションが、絶対、あのー、その、えー、コミュニティからで,、ね、ですね、あの、短大って言われるところですね。要するに2年間大学行って、まあ、そこから編入もできますし、まあ、2年間の、えー、期間を大学で、えー、過ごすっていうこともありますし。えー、なので、まあ、 今も結構ブームになってまして、短大というのは、もうどん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 人が、えー、短大を2年間行って、そこから編入するっていう、えー、流れができてきてるんで、それがもっと増えるのではないかということで、で、まずそこはまあ学費の安さなんですね。えー、ここにちょっと例を変えてましたけれども、僕の州のワシントン州でしたら、ベルビーカレッジという短,短大があるんですけど、 そこは、えっ、ー、と、エンステイ・レズデンスって言って、えー、そこに住んでる、えー、まあ、住民、住民ですね、住民の方には、方は、えー、年間40万で行けるんですね。で、仮に、えー、それで、イニベーシティ・ーシントリ四4年生大学あるんですけど、そこは、えー、年間120万なんですね。なので、まあ、3分の1ぐらいで行けるというところが短大なので、 まあ日本人の選手でしたら、これが年間100万、学費だけで100万ぐらいに行くので、で、4年生大学は、そのまた3倍になって、年間300万ぐらいなんですよね。なので、結構、短大がこれからどん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 、どうなっていくか、本当は分かりませんけれども、まあね、あの、今の日本人選手がもしアメリカのことを考えてるんであれば、 まあ単からスタートするのもいいですし、まあ本当にね、今後アメリカのこの大学のシステムも変わっていくと思うんで、まあもちろんそのスポーツシーズン性とかもどんどん変わっていくかもしれませんので、えー、まあ実際にアメリカサッカーではちょっと、えー、ユースサッカーでは動きが、えー、大きな動きがあったので、また次回それをちょっと取り上げていこうかなと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。